中国のステルス戦闘機 J20 が、いつの間にか140機配備され、日本の軍事バランスが危うさを見せてきています。防衛省では、F-35A ステルス戦闘機を、世界2位の導入数を確保しつつ、対中政策を180度政策転換している中、日本の F-3 戦闘機開発が急ピッチで動く。今回は、2016年に IHI 社が完成させた XF9 プロトタイプジェットエンジンについて詳しく見ていきます。燃焼機出力温度が1800度 C に耐える画期的エンジンだったのです。推力15トンも驚きの性能がなぜ実戦搭載されなかったのか、これだけの中国を想定できない。日本の政治が悪かったでしょう。野党やプロ市民の反対活動で、馬毛島高地や辺野古基地が現在どうなっているのか、終戦、原爆投下の今、平和を考える時が来ています。2022年12月9日、日本は航空自衛隊で現在保有、運用を行っている F2 戦闘機の代替機をイギリスとイタリアとの共同開発を行うことで賄う意向を正式に発表。2035年までにはそこで開発された機体を実戦配備する方向にある。この日本の次期戦闘機はそのイギリスとイタリアとの共同開発の決定を受けて、そのプロジェクト名を GCAP グローバルコンバットエアプログラムと称することが明かされ、この2023年内に大枠の開発体制を固める方向だ。現時点では、日本、イギリス、イタリアの各国、そしてその各国の傘下で開発に従事する各企業が、いかなる分野を担当することとなるのかが焦点と目されるが、無論、日本にとってアメリカ以外の国との主力兵器の共同開発自体が初の試みである。現行の F2 戦闘機がそうであるように、戦後の日本は唯一の軍事同盟をアメリカ一国のみと締結している状態であり、数年前であれば今回のような次期戦闘機開発をイギリスやイタリアと行うことすら想像の域を出ていなかった。そうした状況下では、今、まさに航空自衛隊も導入を進めている最新鋭のステルス戦闘機である F-35 ライトニングに、その開発元であるアメリアのロッキード・マーチン社との共同開発が当然の帰結であるとの認識が強かった。ただし、アメリカ空軍が推進している次期戦闘機の開発計画 NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスは、日本が F2 戦闘機の後継機を実戦配備した2035年までの開発よりも遅い時期となることが大きく影響したとも言われている。日本では次期戦闘機開発の前段階として先進技術実証機である X2 通称新進を2016年4月に初飛行させ、以後翌年の2017年10月末までに延べ、32度に及ぶ飛行テストを実施し、悲願の国産戦闘機の開発も視野に入れていた。X2、通称、新進は、その名の示す通り、先進技術実証機であるため、全長は 14.174 メートル。全幅は 9.099 メートルと小型だが、機体開発は三菱重工業者や現、スバル社等が、そして、機関部は、現 IHI 社が製造を担当した純国産機だった。ここで、IHI 社が、X2、通称、新進の機関部として開発したものが、XF5 であり、後の次期戦闘機用に開発された、XF9 のベースとなったターボファン方式を採用したジェットエンジンで一気に国産化の期待を高めた形だと言えよう。というもの、現行の F2 戦闘機の開発の時点でもその準国産化を行うべきとの一部からの少なからぬ声があったのだが、
その当時の日本では、やはり、戦闘機用の国産の機関部を国内生産を行うに足る技術力は、ないとの判断が下された経緯があったためだ。まだ、戦闘機の機関部の国産での開発という純粋に、技術的な課題の他にも、当時の日本は、アメリカとの貿易で、一方的な黒字を計上していたこともあり、政治的には、その解消の一環として、アメリカとの共同開発を選択した形でもあった。F2 戦闘機は、結果として、現、ロッキード・マーチン社の有する F16 ファイティング・ファルコンをベースに共同開発され、その機関部は、ゼネラル・エレクトリック社製の F1 10ターボファンエンジンを、IHI 社が、ライセンス生産を行った。IHI 社は2007年まで波及社名の石川島播磨重工業者であったが、日本では三菱重工業者、川崎重工業者とともに三大重工業者に数えられる企業であり、ともに防衛産業関連でも日本を支えている主要な企業の一角である。ことに IHI 社は日本国内に占めるジェットエンジン市場においては、その6割を超えるトップシェアを獲得しており、太平洋戦争末期の1945年には、国産初のターボジェットエンジンである、ネ20を実用化した経緯を持っている。近年は、前述した F2 戦闘機用のゼネラルエレクトリック社製の F1 10ターボファンエンジン以外にも、F15 イーグル用のプラット&ホイットニー社製の F1 00ターボファンエンジンのライセンス生産も手掛けている。こうした航空自衛隊が導入した F15 イーグルや F2 戦闘機等、いわゆる第4世代戦闘機の機関部のライセンス生産を手掛けることで、IHI 社は技術力を蓄積していったことは、想像に難くなく、X2、通称、新進用の XF5 の開発を成功させたと言えるだろう。小型の先進技術実証機であった X に、通称、新進に搭載された IHI 社製の XF5 は、その機体サイズに応じたものであったため、全長は 3.07 メートル、最大直径 0.62 メートルと同様に小ぶりだったが、アフターバーナー使用時の推力は5トン級に達していた。この XF51 をベースに拡大され大型化された IHI 社の XF91 は、全長が 4.8 メートル、最大直径 1.0 メートルほどのサイズとなり、アフターバーナー使用時の推力は、実に15トン級、未使用時でも、同11トン級と、大幅にスペックを向上させることに成功した。また、XF51 においてはおよそ1600度とされていた、タービンの空気吸入口付近の耐熱温度も、XF5 では、実に、そこから200度ほども向上させた1800度を記録するに至り、世界的な戦闘機の機関部と比しても遜色のない数値だと言えるものとなった。ちなみに、戦闘機の機関部の性能を語る上で、その重要な指標の一つとして数えられる推力だが、そこではアフターバーナーを使用した場合と未使用の場合の数値の両方で、その機関部の備える性能を測ることが多い。そうした中で、アフターバーナーという単語は一般的な名詞のように用いられることが多いが、厳密に言えば、この言葉は固有名詞であり、アメリカのゼネラル・エレクトリック社が自社のターボジェットエンジンに使用する登録商標である。このゼネラル・エレクトリック社のアフターバーナーと同様に、機関部の排気煙にさらにジェット燃料を吹きつけて推力を高める仕組みは、普通名詞としては、オーグメンターと呼称するのが正確だとされている。そのため、戦闘機の機関部の製造で競合するプラット&ホイットニー社では、アフターバーナーと同様の機構オーグメンター、ロールス・ロイス社では、
リヒートという呼称を用いているが、あまり浸透はしていない感が強い。ただし、ジェットエンジンの機構としてのアフターバーナー等のオーグメンターを稼働させれば、当然のことながら、羊使用時に比して、大量の燃料を余分に消費するため、航続距離を考慮すれば、常時使用するわけにはいかない。そうした状況を改善し、アフターバーナー等のオーグメンターを稼働させない状態でも、機体の超音速飛行を可能にしたものが、スーパークルーズであり、いわゆる第5世代機の F-2 にラプターや F-3 ゴライトニングには、これを可能としている。ただし、スーパークルーズ機能は、こうした第5世代機のみではなく、第4世代機のユーロファイタータイフーン等でも、一部で可能な機体もあるが、おおむね、第5世代機以降の戦闘機には、それが、必須の要件と見さされている。さて IHI 社の XF9 であるが、試作機の1機のみが、2018年6月に、同社から防衛装備庁へと納められ、以後およそ2年の月日をかけて、各種の地上でのテストが行われ、前述したようなスペックを限定化とはいえ達成した。実際に、戦闘機の機関部として、XF91 を実用化するためには、10機に近い形の機体に搭載して、航空性能試験設備 ATF において、実際の飛行状態をシミュレーションし、設計通りの稼働が可能かを検証する必要がある。しかし、日本国内にある航空性能試験設備 ATF は、最大でも、推力15トン級の機関部にしか対応しておらず、防衛装備庁が行ってきた地上テストの結果を実際に再現できるのか否かも、自前では行うことができないという現実も横たわっている。